クラシックは MacOS 10上で動作するハードウェア、抽象化レイヤーである。MacOS 10で MacOS 9上で動作するアプリケーションを使用するために MacOS 9そのものをインストールして実行させるための環境である。PowerPC を使用した m a c i n t o s h にインストールされた MacOS 10V10.4 までの MacOS 10のコンポーネントである。 実行可能な MacOS は MacOS9.1 以降である。MacOS. でクラシックアプリケーションを使用するには、クラシックアプリケーションのアイコンか、その書類のアイコンをダブルクリックする。あるいは、起動時にクラシックが自動的に起動するよう設定することもできる。MacOS 9が独立して動作しているため、 クラシック環境のウィンドウ枠やメニューバーなどのアピアランス、インプットメソッドも MacOS9 のものである。また、MacOS9 の個々のソフトウェアでは、MacOS10 のプリエンプティブマルチタスクの恩恵を受けられず、一部のアプリケーションが CPU を占有した場合には、クラシック環境で動くすべてのプロセスがユーザーの操作を受け付けなくなる。メモリ保護機能もないため、 一部のアプリケーションが強制終了した場合には、クラシック環境を起動し直す必要がある。また、ハードウェアに直接アクセスするものなど、一部のソフトウェアには互換性がない。MacOS 10への移行に伴い、2003年1月以降に発表された Macintosh では、MacOS 9で起動することはできなくなった。有力なアプリケーションもすぐに、 Mac OS 10に移行できなかったため、OS の移行期において、過去のソフトウェア資産を持つユーザーにとって、重要な機能であった。2006年に発売された、インテル搭載の m a c ン i n t o s h では、クラシック環境がサポートされていないため、Mac OS 給与アプリケーションは使用できない。Mac OS 10への移行が進んだことに伴い、2007年10月に発売された、 Mac OS X V10.5 レオパードより、クラシック環境は完全に廃止された。AB Apple Mac OS X で、Mac OS 9アプリケーションを使用する。2008年6月29日閲覧。Apple クラシック環境を自動的に起動する。2008年6月29日閲覧。ありがとうございます。